おはようございます。ライフサイエンス統合データベースセンターの山本です。と本日はこの題名でこれから簡単に紹介していきたいなと思いますが、本当に先ほど話ありましたけど、内容が広い割にあまりその深くやってると時間がなくなってしまうので、時々ちょっと分かりにくいことがあるかもしれませんので、その際はお気軽に質問していただければと思います。よろしくお願いいたします。で、じゃあ最初にセマンティックウェブの説明から入ります。で、これ、聞いたことある方は、ここにいらっしゃる方多いのかなと思うんですけども、もう一回ちょっと細かく確認していこうかなと思ってまして、まずちゃんと辞書で調べると、セマンティックとは何かっていうと意味に関するって書いてありますね。で、ウェブっていうのはインターネット上の情報通信網ということですね。で、なんかウェブ自体は皆さんよくご存知で慣れ親しんでるかなと思うんですけど、それにセマンティックってくっついて、なんか意味的なウェブってなんだろうって多分すぐには分かりにくいんじゃないかなと思うので、少しずつこれを技術的な面から説明できればと思っています。で、最初に説明する前に、じゃあウェブでは何だろうっていうのをもう一回確認しようということで、ここに少し絵を描いてみました。で、この辺皆さんも普段からどれかには必ずアクセスしたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、この辺皆同じ技術をベースに使ってまして、で、これがそれぞれ全てインターネットにつながっていて、で、皆さん普段そのスマホとかパソコンからこの辺アクセスすると思うんですけど、その間を何かしらこうネットワークがつながっていて、こっちに情報を取りに行って、それが返ってきてここで表示されるっていうことが行われているわけですね。で、これを本当にもう当たり前のように使っていると思うんで、これが一体どういう技術で成り立っているかっていうことをもう少しちょっとここで紹介できたらと思います。これが続いてセマンティックウェブの説明とも結構つながっていくところが多いので、ここで簡単に説明できたらと思っています。で、このウェブ、インターネットでよく見られて、先ほどのようなサービスが行われているものは、総称として WWW、ワールドワイドネットワーク、ウェブ、ワールドワイドウェブって言われてますけども、この、技術を成り立たせている3つの、基本的な技術っていうのが、これなんですね。で、これが URL と HTTPS と HTML という、この3つの技術がうまくなり、お互いに、協力して先ほどのようなサービスが提供されているという感じになっています。で、このまず最初のこの URL っていうのは、このユニフォームリソースロケーターといいまして、これはインターネット上にどこにどういう情報があるかっていうその場所を示すものですね、示すものです。で、この HTTPS にはそれを送るための約束ごとで、で、この HTML っていうのがその実際にその送られてくる情報の内容ですね。これ、この文法に従って、情報が書かれている、記述されているということになっています。で、これをもう少しまた一つ一つ掘り下げていきます。で、この URL ですけども、例えばこういうアドレスありますね。最近のスマホだとあまりこういうの見なくなってしまったのかなと思うんですけど、多分こういうの一度は見たことあるんじゃないかと思います。で、特にその最近のスマホでネットに接続するとこの部分だけが出てて、この辺とか全部切られちゃってることが多いんですけど、本当はこんな感じですごい長いものが書かれてることが多いです。で、これがどんな意味なんだろうっていうことなんですけど、まず最初にここの順番に行くと、この部分っていうのはこの情報の取り方を示してるんですね。この HTTPS って書いてあれば、これはそのご自身の持っているパソコンとかスマホがどういう方法でこの情報を取りに行っていいかってことが分かるようになってます。で、ここがそのインターネット上の住所ですね。これがあることで、どこに皆さんのスマホなどが最初にアクセスしに行くかってことが分かると。で、これがそのアクセスした後に実際に欲しい情報の名前になってますね。ここに行ってこの情報をください。で、その方法はこれですよっていうのがここで一つで書いてあるっていうのが URL というものです。なので、ちょっと簡単に絵で描くと、ここにこう家があって、ここが DBCS ロイス ACJP っていう場所ですよってことで、これがインターネットになっていて、で、情報を取りに行きたい人はこの HTTPS という方法の約束ごとを使ってこう取りに行くと。で、ここに着いたらこの情報をくださいと言って持ってくるというような感じです。なので、そういうことが一つで書かれているのがこの URL というものになっています。はい、で、URL が分かって、取りに行くことが分かりましたと。で、取ってくると、その取ってきた内容がどうなっているかっていうのは、この HTML という方で書かれていますということですね。
で、この HTML っていうのは、この例えばこの DBCS のサービスが書いてあるホームページがありますけれども、このホームページは実際はこういう長いプログラムで書かれてるんですね。で、この情報が先ほどのような形でサーバーから持ってきて、で、皆さんのブラウザーというスマホやパソコンのコンピューターのプログラムがこういう形に絵を描いて皆さんに表示しているっていう仕組みになっています。ですので中身は全部これですね。で、この方法、このプログラムの、文法がこの HTML と言われる名前になっているっていう形です。はい。で、その場合はこのでこんな感じですね。で、ポイントとしてはそのウェブ、文書のウェブっていうぐらいなので、そのポイント、たくさんある情報がそれぞれリンクし合ってますよね。どっかスマホだったら指でタップすればいいですし、パソコンだったらマウスとかでもカーソルでクリックすると別のページにすぐ簡単に飛んでいくことができますけれども、それを成り立たせているのがこの HTML の中で書かれているこういう情報なんですね。これ例えばこの DBCS のウィキペディアのページですけれども、その中でこういろいろ青くなっているところがありますけど、例えばこういうところをこうクリックするとすぐここに関する情報が取れますけれども、それは裏ではどうなっているかっていうと、このページの HTML の中にこういう部分が書いてあるんですね。で、ここにこうやって書いてあって、もしここがクリックされたら、ここのまた URL に書かれている情報を取りに行ってくださいってことがプログラムで指示されているので、クリックされたらばこの情報を取りに行ってこのページが出せるってことをプログラムの皆さんが使っているスマホのプログラムが裏でこう働いて動いているわけですね。こんな感じで簡単に一つの場所から他の場所の文章へのリンクが実現していて、簡単に関連する情報が取れるっていうことができてます。こんな感じでウェブっていうのが全体、その誰かが一つの場所が管理しているわけじゃなくて、自分で簡単にホームページを作って、でそのホームページから自分の興味ある情報とか関連する情報にこういう形でリンクを貼っていくだけで、それにアクセスする人にとっては何もあまり深く考えなくて、一つの場所から関連する情報を芋づる式に取りに行くことができるようになっているという仕組みになっています。これいいですか。はい、ちょっといいです、すいません。で、これがすごいとても便利でよくできているシステムだったので、今みたいに爆発的に普及して皆さんがもう毎日のように使うような形になっている技術になりました。で、これはそういう感じで人にとってはとてもいいんですね。これをもう見ればこれ今みたいにこう読めますので、自然言語を読んで理解できる人間であれば、そのままこれを見てすぐにいろいろと自分の欲しい情報にたどり着くことができますが、これを機械に対してやろうとするとなかなか難しいですね。で、なぜかっていうと、まあ今のところまだ機械の能力としては人間と同じように感じてこう文章を読んで、その内容に基づいてどこかに行くってことができませんので、これを見ただけではここに何が書いてあるかとか、次に関連する情報はどれなのかってことがすぐにはわからないわけですね。ちょっと戻りますけど、ここにこんな感じで書いてあって、そうですね、こういうのを見てプログラムは単にこのページからここにリンクが貼ってあるんで、ここをクリックされたらリンクの先にプログラムが情報を取りに行きなさいということだけは分かりますけど、一体このページとここのページの関係がどうなっているかっていうことまではコンピューターは分かんないわけですね。なので人にとってはすごい便利になったんですけど、機械にとってはまだこれだけだと、そのプログラムの中から情報を自動的に人間が思っているような感じで情報関連するものを取りに行くってことはできません。で、これを何とかしようって考えて出てきているのがセマンティックウェブっていう技術になります。なので意味的なウェブっていうことはそういうことだったんですね。この中身を、意味を分かって次にいろいろと情報が取れる、機械にとっても分かりやすいウェブを作ろうっていうのがセマンティックウェブのポイントになってます。なのでこんな感じですね。さっきのページに同じようにその構造化された情報が入ってるっていうのがセマンティックウェブの基本的な考え方になってます。ですので人間にとってはここを読めばいいし、機械にとってはこういう情報を読むとここに書いてあることが何であるかってことが分かりやすい、処理しやすくなってるっていう形ですね。ですので、ここの場合はここに書かれている情報の名前はこのライフサイエンス統合データベースに関するもので、でそこの URL はここですとか、これはここと同じ、ここに行っても関連するライフサイエンス統合データベースセンターに関する情報が取れますようですとか、そういったことが機械がこう見ていく表形式になった形で分かるような形でも記述されているので、
人はこっちを見て分かるし、機械はここを見れば大体ここの内容が処理できるような形になっているというものなんです。でこれによってその人にとっても機械にとっても情報が分かりやすいというものが実現されているわけです。でそういうことなんで、セマンティックウェブの要素としてはさっきの HTML ウェブと同じように対比させるとこんな形になるんですね。でセマンティックウェブはこの URI と HTTPS と RDF というこの3つ組がセットになってお互いに協力しながら今のような技術を実現しています。で基本的には同じですよね。これね、あとここが HTML の代わりに RDF になっているっていう以外は基本的に変わらない。でもここがさっき URL だったのが URI になってるんで、これがちょっとまあ違うといえば違うんですけど、そこを少しここで説明したいと思います。ということでこの URI なんですけど、これがさっきはここしか説明しませんでしたけど、 URI になるとこういうのも全部 URI なんですね。 URL はここだけなんですけども、こういうのは URL とは言いませんが、 URI になるとこういうのも含めて、とにかくインターネットの世界では何かしらどっかのものにどういう情報があるよっていうと、この情報のありかを示すときにこういうものを使いましょうという約束ごとになっています。ですので必ずしも皆さんのブラウザーでアクセスできるとは限らないものも含めて、とにかくインターネット上で何かしらの概念なりものなりをちゃんと分かりやすくきっちりと文法に従った形で、所在を示しましょうという時にはこういう形で書く。これが URI の約束ごとになっています。でこれを使っていろいろな情報を示そうというのが RDF という技術 のポイントになってまして、でこれがそういう簡単に説明しますけども、 RDF っていうのはとにかく主語と述語と目的語っていう三つ組で一つの情報を示しますですね。一番その細かい切れない最小単位はこの三つ組になります。でこの RDF の中の三つ組っていうのがこう主語述語目的語の中の、構成されてまして、で例えばさっきの例ですと、この場合主語としてはこういう Wikipedia のどっかのページになってます。でそのページの、名前、この、URL が示している、とか URI ですけども、 URI が示している何かしらの実態の名前、この場合は名前ですよっていうのをこの URI で示してますけど、の名前はライフサイエンス統合データベースセンターですっていうこの主語述語目的語の三つ組ですけど、これで RDF の一番最も基本的な表現が作られているという形になります。でこの主語述語目的語のそれぞれ内容なんですけど、主語と述語は全て URI ではなくてはいけないっていう約束ごとになってまして、で目的語は URI かリテラルのどちらかになってますと。でリテラルって何だろうっていうと、リテラルっていうのはここにこれは例ですけども、こういう文字列ですね。具体的な文字列であったり数値とかですね、体重とか身長とか面積とか、そういう数値とか、そういうこういうとにかく URI ではないものがリテラルというふうに表現されます。でこの形で表現されますので、これさえ分かっても、RDF というのは何かっていうのが基本的には分かったことになります。大丈夫ですか？はい。でこの要は RDF はとにかくこういう形で示しましょう、何かしら情報を表現しましょうっていう約束事なので、これを具体的にファイルとかで表現するときにはその表現方法っていうのは一つではないんですね。だから RDF の形式って言ってもどの形式かっていうのはすぐには分かりません。で具体的にはこんな感じでいくつかあって、これ本当にたくさんで、まだここも全部書ききれてないんですけども、 RDF を表現する実際の形式、ファイル形式っていうのはこんな感じになってますと。で今日はこのタートル形式がこれからも何度も出てくるので、一番 RDF といえばよく使われて、今は使われてるのはタートル形式だと思います。でこれは何でかっていうと、読みやすいんですね。一応 RDF は先ほどお伝えしましたけど、機械に分かりやすく作ってるので、 RDF 自体が必ずしも人間が見てすぐに分かりやすいかっていうとそうではないんですけれども、それでもなんとか人間にも少しは分かりやすく表現しようという形で約束事が決まったものがこのタートルという形式なので、タートル形式で RDF を読むと少しは人間が見ても なるほどこんな感じで主語述語目的語が書かれてんだなっていうのが分かりやすいっていう形になっています。
で、この RDF-XML っていうのが、これが、RDF っていう表現方法自体が2000年の最初の頃に発表されたんですけど、その時はまだその世の中 その情報系の表現方法として XML がすごい流行ってた時期だったので、何でも XML で表現すればいいっていう感じになってたんで、当時はこの正式なものはこれだけだったんですね。 RDF の表現方法は XML を使いましょうっていう約束で発表されたんですけど、よくよく考えていくと XML と RDF って結構相性が合わないんですよ。なので無理やり XML で RDF 表現してたんで、すごい人間にとっても読みにくいし、機械にとっても結構処理しにくいものだったんですね。なのでそういう反省点もあって、2008年にこの新しい RDF の使用約束ごとが更新されて発表されたんですけども、その時にこれはもちろん最初から正式だったんで、これも正式なんですけど、こういう他のも出てきたっていう形になってます。で、その2008年に出てきたのはこの黄色い、ここで星がつけてるんですが、これが全部標準的なRDF の表現方法として発表されています。なのでどんなプログラムでも RDF を使うっていうと最低限これは対応していることが多いんですけども、ちょっとこれはお勧めできないので、今これから扱おうという方々にとってはなるべくこの他のものを扱った方がいいかなと思います。本当これのために苦労していることがたくさんあります。で、あとこの N トリプルズっていうのがあって、で、これは何がいいかっていうと、一行、行指向の、形式になってますので、一行見ただけで、そこに必ず主語、述語、目的語が書かれてるんですね。なので、どんなにたくさん大きな、RDF ファイルを見たとしても、一行と名を取ってくれば、少なくともそこには、主語と述語と目的語の三つ組みが必ず出てるっていうのがポイントになってます。ですので、分割して並列に処理にしやすいわけですね。RDF のデータっていうのはその三つ組みなんですけど、三つ組み一つがもう完全に独立していて、もちろん内容としては他のトリプル、三つ組みとは関連はしてるんですけど、単体に機械的に見た場合には、その一行のトリプルっていうものさえ扱えれば、他のものとは完全に独立して処理ができますので、この形式のファイルを用意することで、完全に好きなようにファイルを分割して、行で分割して、同時に並列処理ができるようになってるんですね。それが大きなポイントになってます。他のは行指向ではないので、適当にどっかの行だけを切り取って持ってくると、それだけでは必ずしも RDF のトリプルが構成できないんですけども、これはそれができるっていうところが一番大きなポイントになってます。で、あとこの最近は注目されているのは JSON-LD という形式 でこれはまあ JSON なんです。単なる JSON なんですけども、その JSON の形式を使ってRDF も表現できるような約束ごとになっています。ですので、そのセマンティックウェブとかこの RDF の世界にあまり馴染みのないウェブデベロッパーの方々ですとかエンジニアの方が、ちょっと RDF のデータも扱いたいという時にはこれを使うと、もっとそれは本当に単なる JSON なので、普段 JSON を使っているエンジニアであれば全く今までと変わらないように JSON のデータを使うことができるという意味で、開発サイドにとっては非常に便利な形式になってます。で、これがそのセマンティックウェブ側の人々とウェブエンジニアの方々の間でいろいろとネゴシエーションというか、けんけんがくがくがあったみたいで、こっちのセマンティックウェブ側の人にとってみれば、絶対 JSON-LD であれば RDF になってほしいっていうのを要求したんですけど、それをすると結構めんどくさい決まりがいっぱい出てきちゃうので、やっぱりこうウェブアプリケーションの方から見ると、とにかくまあ JSON として扱って少しは RDF になればいいじゃんっていうのがあって、ところ落としどころとして、一応この表現の方式としては標準にはなってるんですけど、 JSON-LD であれば全部 RDF になるかっていうとそうでもないっていうことで、 JSON-LD の中には RDF にできないデータも含まれるっていう形になっています。ですので RDF であれば必ず JSON-LD でも表現できるんですけども、 JSON-LD であれば必ず RDF になるかっていうとそうでもないっていうところがちょっとポイントになっています。あとこのノーテーション3っていうのがあって、これは結局標準形式にもならなかったんですけど、これのポイントは RDF を表現できるだけではなくて、後で少し触れますけれども、推論ルールも書けるんですね。これRDF っていうのは先ほど言ったように機械が分かりやすい主語述語目的語っていう書き方になってるんですけど、それを使ってさまざまなこう推論っていうのができるような仕組みにもなってまして。で、その時にこのノーテーション3っていう方法で
書いておくと、そのルールですね、推論、どういうあの事実がありますとか、これとこれの関係はあのこういう事実があればこういう事実もつながりますみたいな、そのロジックも少し書けるようになってまして、でそういう表現を使いたい人たちにとっては結構便利だったんですけど、やっぱりそれだと他の RDF のと少し性格が違ってくるので、こう標準にはなってません。で実はそのノーテーション3っていうのの、そのロジック的な部分を取り除いたものがタートルなんですね。なのでタートルはノーテーション3のサブセットになってますですね。まあ、こっち結局これが一番分かりやすいってことでよく使われている感じになっています。で他にもいくつかあるんですけど、まあこの辺押さえとけば大丈夫すいません大丈夫かなと思います。よろしいですか。はい、で次三つ組からグラフへですけども、で先ほどあの、まあ、RDF はこう主語述語目的語ってことでこう何度も言ってますけど、この主語述語目的語をこうやってグラフで表現することもできるんですね。でこれがノードで、これがアークとかリンクとか、まあ、グラフの世界でいろんな言い方がありますけど、とにかくあの有効グラフで表現できるわけです。でそれをこうつなげていけばこんな感じでグラフ表現できますよね。なので主語述語目的語で、この目的語がさらに主語になって、さらに別の目的語を持つみたいな感じの関連で、こうでかいグラフをいくらでも作っていくことができます。でただグラフとしてはこうなってまして、で RDF もあの三つ組なのでいいんですけども、ここで注意するポイントは、あのリテラルは主語になれないっていう決まりがあるので、先ほどの例ですと、例えばライフサイエンス統合データベースセンターっていう文字そのものが主語になって他の目的語につながるってことはできません。なのでもしもこういう形で主語になって目的語があって、さらにそこからこっちに矢印が出てるのであれば、この目的語は URI でないといけません。でそういう約束ごとさえ守れば、いくらでも RDF っていうのは記述できて、でどんどんと自分が好きな情報を追加して大きなグラフにしていくことができます。なので最近よくナレッジグラフっていう言葉も出てきましたけど、ナレッジグラフっていうのは基本的にこういうものから来てるので、まあ、ナレッジグラフといえば RDF の三つ組のグラフって考えても、まあ、差し支えないかなと、差し支えないと思っています。でさらにこのグラフからデータのウェブってところにつながっていきます。で先ほどみたいにこうトリプルがこうたくさんあって、でここのどっかの例えば DBCS で作ったデータセットがあって、他に、まあ、DDBJ が作ったセットとか PDBJ が作ったセットとかあって、お互いそれぞれ関連しちゃってる場合は、それぞれ独立した機関で作った RDF のデータセットであってもこうリンクを貼ることが簡単にできますので、こんな感じで RDF のグラフとグラフがそれぞれリンクし合ったような形にも簡単に構成することができるわけですね。でこれがどんどん発展していって、あのオープンデータと言われているものだけでもリンクとオープンデータのこの今のつながりがこんな感じになってですね。でこれはライフサイエンスに限らないんですけども、さまざまな分野のデータセットが今みたいな感じで作られていて公開されています。でそれぞれの公開されたデータがさっきみたいなこういうリンクでつながってますので、このリンクをこうずっとたどっていって全部書いたものがこういう一つの大きなリンクとオープンデータクラウドという形で公開されています。でこの色っていうのがそのデータの属する分野なんですけど、この辺のこう大きな赤い色というか小豆色の分エリアがありますけども、この小豆色のグラフ、データセットが全てライフサイエンスの関連するデータセットっていうのになってまして、公開されている大きなリンクとオープンデータの中で、結構な割合を生命科学ライフサイエンスのデータが占めていることが分かります。でこれ実際にここにアクセスしていただくと見ることができて、でここにグラフの中でクリックできるこういう、データもありますので、ここそうするとここを実際一個一個クリックするとそのデータセットを確認というかどんなものがあるかということが確認できるようになってますので、興味のある方は後ほどアクセスしていただければと思います。はい、いいですか。大丈夫かな。で今出てきたそのリンクとデータっていう名前なんですけど、リンクとデータっていうのはもう今ずっとこれ私が説明しているウェブっていう概念そのものを作り上げたティンバーナーズ・リーっていう方がいますけども、その方が提唱している技術的なベストプラクティスというか約束ごとで、とにかくリンクとデータっていうものはどういうものかっていうと、この4つの原則
をに従って実現すると、今みたいにデータのウェブができて皆さんにとってとても有益ですねっていう内容になってます。で、一つ一つこれを確認していきたいと思います。まず URI で名前をつけようと。で、ウェブとうまく共存できるように HTTP を利用しましょう。で、そこの、HTTP で作られた URI に実際にウェブのブラウザでアクセスすると有益な情報が得られるような形で、データを提供しましょうと。で、さらにその中には他の関連する情報もすぐに見られるように、見つけられるように、関連情報をたどれるようなリンクをつけましょうっていう、この約束ごと4つになってます。で、見ていきますと、こんな感じですね。まず URI で名前をつけるっていうのはどういうことかっていうと、これ、すいません、ユニプロットの一つのタンパク質ですけど、このタンパク質に URI で名前をつけるとこうなってますよっていう例ですね。なので、これは、このタンパク質の別名という形です。インターネット上の、RDF 上の名前はこれですということです。さっき URL と URI の違いを少し説明しましたけど、これは URI なので、必ずしもこれがに実際ウェブで、ね、アクセスするとこれに何かしら出てくるとは限らないんですけども、少なくとも URI なのでこのタンパク質名はこれですよっていう約束ごとになってます。はい、ですね。で、その、まあ、実際の、それのタンパク質名はここですよということですね。だからこれに対する URI はこれになってますということです。で、そこに、実際にはここに HTTP がついてますから、こんな感じで HTTP としての URI になってますから、これに実際アクセスすると情報を取ることができるんですね。なので、先ほどのリンクとデータの原則の2番目に書いてあったように、HTTP を使って、実際にネットワーク上で、普段から人々が慣れ親しんでいるウェブブラウザーで、スマホなどパソコンから簡単にそこに情報を取りに行くことができるような形で実現されています。で、その中にそこにアクセスすると、やっぱりこの名前としてタンパク質がついてるんだから、そのタンパク質に関する情報をちゃんと標準的な方法で取れるようにしたいわけなので、それも実現されています。で、それがこの場合は RDF なんですね。で、HTML です。だからここにアクセスすると、ウェブブラウザーで見た場合は HTML のそのタンパク質に関する情報が得られるし、他の RDF を取得したいプログラムから見れば、こういう RDF のデータも取れるようになっているわけです。ですので、この原則のここですね、これ今のタンパク質の名前がついている URI にアクセスすると有益な情報が標準的な方法、この場合は HTML と RDF で取れますと。で、その中に行くとさらにリンクもあるので、こんな感じですね、リンクがあるので、あれちょっと待って、この他の情報にこうアクセスすると、どこだっけ、ここだ、こんな感じですね。この中のページを見ていくと、例えば RDF ではこういう三つ組になって、主語、述語、目的語になって、この場合はジーンオントロジーへのリンクが入ってます。で、HTML のページで見ると実際にそこのジーンオントロジーの項目にリンクがありますし、 RDF のデータを見てみるとこういう主語、述語、目的語があって、このタンパク質はこのジーンオントロジーに関連付けるクラシファイドウィズされてますよっていうことが機械的な処理でも分かるようになっています。で、ちょっとすいません、飛んじゃったので戻りますね。で、ここですね。で、少し技術的な話で少し深くなるんですけど、その同じ URI であっても、ウェブブラウザーで見ると、HTML が返ってきて、で、他の RDF が欲しい、プログラムから見ると RDF が返ってくるっていうのはどういう仕組みで実現されているかといいますと、最初にそれぞれそのプログラムが、この、サーバーですね、ユニプロットのタンパク質情報を提供しているサーバーに対して、ブラウザーの場合は HTML 形式でくださいって言います。で、他の、RDF で欲しいプログラムは、例えばタートル形式でくださいっていうことができるんですね。で、そうすると、こっちのサーバーはそれぞれこの形式を分かるようになってますので、HTML でくださいって言われたら、HTML の、情報が取れる URL はこれですよっていうのを返すんですね。で、返すと、今度は、そうだったんだっつって、今度はこのプログラムがここにアクセスしていって、で、この HTML が得られるっていう形になってます。で、この場合は、タートルの場合は、タートル形式でくださいっていうと、タートルはここにありますよっていうのを返すんですね。なので、じゃあ、ここに取りに行きますっつって、もう一回ここに取りに行って、タートル形式が返ってくるっていう形になってます。という、こういう形で、このサーバーがそれぞれこの、クライアントって言いますけど、プログラムが何を欲しがってるかってことを聞いて、それに応じて
その実際の所在ありかを返してるんですね。でその所在にまた取りに行ってそれをもらってくるってことが裏で行われています。なのでこう1234っていうのは最低限4回のやり取りが行われている形になっています。これよく見るとここはこれ HTML とこれ同じように見えてちょっと違っていて、ここ S がついてるんですね。これついてないんです。なので最初ここに行って HTML をくださいって言うと、この S がついたこれが返ってきてここに取りに行ってくださいって言われるんですね。で取りに行くと HTML が取れるような感じになっています。よろしいですか。いつも裏側ではいつもこんなことが行われてるんですね、僕らの知らない間に。でこれが全部その標準的な方法で、そういうやり取りの方法まで決まっているので、どんなプログラムを使ってもそのさっきの3つ HTTP と HTML と URL とか HTTP と RDF と、URI っていう方法を使ってさえいれば全部これがプログラムがちゃんと裏側でやってくれるような仕組みになっています。でそのちょっと似てるんですけど異なる方法として、 HTML 文章そのものに関連する機械が読みやすい構造化された情報を埋め込むっていう方法もあります。でその場合はその主語っていうのがそのプログラムがアクセスしている HTML ページの URL そのものになるんですね。なのでその URL のページについての述語と目的語っていうのがたくさん連なったような表現っていうのが埋め込まれているページが最近増えてきています。でこれは Google とか Yahoo とか Microsoft が提唱しているスキーマ .org っていう方式で書かれていることが多いんですけど、そのスキーマ .org っていう文法に従って今の主語述語目的語的な表現がウェブページの HTML の中に埋まっている場合は、その、Microsoft だったら Bing ですし、Yahoo であれば Yahoo Search ですし、 Google は皆さんご存知の Google の検索エンジンが全部その辺の内容を読んでいますので、そういう形でその検索システムにとって分かりやすい形式で自分のページの情報をメタデータとして書いておくと、より検索の結果として自分のそのページがランクがアップしたり内容が正確に解析されて検索結果として表示されやすくなりますので、もしも自分のページをちゃんと検索エンジンの中で検索した時に出てきてほしいとお考えの場合は少しこの辺検討してみるといいかなと思っています。でこんな感じですね。この本当にこのページ見ていくと本当にこのようなデータがバーッと出てきて、すごい複雑なリッチな情報になってます。でそんな感じでこういう形なさっきはウェブでしたけど、今度はデータのウェブっていうのも実現できてきてます。でこれがセマンティックウェブって言われてるものです。でデータを見てもつながってるし、ホームページのような HTML を見てもこうつながっている、関連する情報がさまざまな機関とか組織が作ったものをお互い独立で作ってますけども、リンクがちゃんとされてさえいればこっちのユーザーから見るともう一つの大きなデータベースにアクセスしているかのように、関連する情報をどんどん次々に取得できるような世界が広がっているわけですね。よろしいですか。でさらにその今みたいな RDF とか URI ってものを使うと、これにもちょっとリンクにも近づいていくんですけど、リンクだけではなくて複数のデータを簡単に統合することもできるようになってくるわけですね。で例えばこういう形でまた3つの機関を独立して使ってるけど作ってますけども、お互いその同じ URI を使ってるとします。この赤は同じ URI で黄色は同じ URI として、他の青は別々それぞれ違うものとした場合なんですけども、こういうふうに作ってバラバラに作ってあったとしても、これ利用者から見てちょっとこの辺の3つのデータセットをガッチャンコして1つのデータとして見てみたいなっていうのも、この URI が共通であれば簡単にできてこんな感じに作れるわけですよね。なのでここがさっきの赤と黄色でつながってさえいれば、あとはこんな感じで1つの大きなグラフとして表現できますので、これを実際自分のサーバーの中でやってでもいいし、そのまま分散したままのでも、とにかく URI っていうもの共通なので、それを使って関連する情報を一つのデータとグラフとして表現することもできるっていうのが RDF のポイントになってます。でそんな感じでうまくいくとこんな綺麗な世界が広がりますよっていうことが、そのティム・バーザーズ・リーさんのこのプレゼンテーションで行われてます。これがデータセットですよね。それぞれバラバラな組織がいろいろ好き勝手作ってるんですけど、 URI っていう共通のもので約束ごとに従って作っていけば、こう綺麗な嬉しい世界が
美しい世界が広がってますという感じなんですね。でそこでポイントになっていくのがライセンスですよね。なんで今みたいに簡単にこうデータをガチャンコしたりこう一つのものにしてなんかデータとして扱いたいっていう時にそれを簡単に使えるようにするためにはデータを作ってる人たちがそれを自由に使って安心できるようにライセンスをちゃんと作った方がいいわけですよね。ですのでここで出てくるのがこのライセンスの問題になっています。でよく使われているのがクリエイティブコモンズっていうもので見たことがある方も多いと思うんですけどこの CC0 から始まってだんだんこうきつくなっていくっていうのがありますよね。 CC by とか CC by SA とかこうなっていてでいわゆるその誰でも自由に再利用してそのデータを他の人に使っていいような形で公開していいっていうライセンスとしてはこの3つと言われてます。この CC0 っていうのは、まあ、あのパブリックドメインと同じようなものですけどもライセンス上は何も、利用者に対しての縛りはかけないんですけどもその代わりでもその、アカデミックな今までの、論文の世界っていうのも、まあ、同じようなものでして仮にその他の論文の成果を自分の論文で採用使って自分の成果として発表するときにもリファレンスをちゃんとつけておけばそれはまあ問題ないわけですね倫理的に。でそれは別に CC by でも CC by SA でもなくて CC0 なんですよ。だけどやっぱりその自分の知識のために他の人の知識を使ってるっていうことでやっぱそこはリファレンスとしてちゃんとサイテーションすることがマナーですからそういう場合はだから CC0 というデータのライセンスを使うのはもちろん勧められるんですけどもだからといって勝手にその元々のデータを何もアクナレッジしなくていいっていうわけではないんですけどそこはその皆さんの良心と倫理心で何とかしてくださいっていうのが CC by 0になってます。 CC by というのは CC0 ですね。で CC by とか CC by SA とかっていうのはこれは法的にライセンスの内容が書いてありますからもしもちゃんとアクナレッジでアトリビューションしなかった場合は仮にそれに対して、訴えることができた場合は裁判でなんかいろいろと結果が出てくるわけですけども、まあ、そういうの法的な問題を扱っていくといろいろと細かいところで大変なことになるので、まあ、それはまあいいからとにかく皆さん分かってるよねっていう形の良心の世界がこう CC0 ってことになります。でそれに関連してそのオープンデータコモンズっていう組織があってそこでも同じようにオープンデータに関するライセンスということでこういう3つのライセンスを用意しています。クリエイティブコモンズはデータに対してもライセンスを出しますしその他のいろんな作品文書であったり音楽であったり映像でも何でも CC クリエイティブコモンズのライセンスはつけますけどもオープンデータコモンズっていうのは基本的にデータですよね。データに対してライセンスをするときに使うために用意されているのがこの辺のものになってましてでそれぞれこことここが対応してますという感じですね。なのでオープンデータっていうのコモンズなのでオープンデータではないこの辺は全然定義されてなくてオープンデータと言われているこの3つについてのライセンスが用意されています。はい、よろしいですか。はい、でリンクとオープンデータに行きますね。リンクとデータは先ほどの4つの原則があってでそれをさらに今のライセンスで提供しているデータであればそれはリンクとオープンデータと言いますという形になってます。これはこのティム・バザーリーが言ってますけどオープンライセンスで提供されたリンクとデータは再利用に対して全然障壁がないのでまあ、それはいいものなのでリンクとオープンデータと呼んで推進しましょうという言葉が書かれています。でここまで行って、まあ、ここもこういった技術的な基盤が提供されると理想としてはこんな感じのセマンティックウェブがの理想の形としてコンピューターはもうあなたが言ってることは全て分かりますよっていうことになるわけですよね。 I know what you mean ってことで別に何かしら細かいこと言わなくてもこう言ってれば分かるよねっていう話なんですけどでこれ2001年にその今言ったそのセマンティックウェブっていう概念自体を発表したティム・バーナーズ・リーさんの論文の中に書かれているこの絵なんですけどこんなことも書いてましてこれってそのセマンティックウェブが発展した世界のこう未来のイメージなんですけど、まあ、なんか人が
2人でこう話してて、でコンピューターに対しても話をしていて、で病院を予約したいとかって言って、その病院の予約をするときに、この場合は、A さんと B さんというか、ルーシーとルーシーのお母さんっていう2人が、お母さんの病気のことについて予約をするための処理をしてるんですけど、それをコンピューターが全部裏側でやっていて、どこの病院に行けばそのお母さんの症状に合う病院が空いている時間とともに分かって、でその医師はちゃんといい医師なの、腕のいい医師なのかっていうところも全部コンピューターがネゴシエーションしながら最終的に予約までしてしまうっていう、そういうことが自動的にできるような世界っていうのが、セマンティックウェブが実際に行き渡った世界で考えられていたんですけど、まあ、ここまでは必ずしも言ってないかもしれないんですけど、今結構でもこれに近いことができてんじゃないかなと思うんですね。最近の Google が出しているピクセルとかっていうのは、日本語ではまだ対応してないですけど、英語ではデュプレックスっていうのがあって、それはもう言葉で話しかけて、お店の予約とかも全部やってくれるんですよね。何時何分にやるといくらでどこのお店を予約しましたってことが全部Google のピクセルが行ってくれるんですね。でそれが結構できていて、まあ、それがセマンティックウェブ全部使ってるかっていうと、まあ、どこまで使われてるかよく分かんないんですけど、技術的には結構これに近いことは今すでに実現されていて、でその中で一定の役割はセマンティックウェブっていう今みたいな RDF の技術が使われているからこそ実現できてるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、そういう意味で、まあ、理想はそんな感じですけど、現実としてはそのためにいろいろやんなくちゃいけないことはたくさんあるわけですね。で例えばこれを見て、まあ、英語の人はアップルだというふうに言うし、日本人だったら大体リンゴかなって思うわけですけど、アップルとリンゴが同じものだっていうのは両方の言葉が分かる人じゃないと分かんないわけですよね。なのでこれを見てちゃんとリンゴだよっていうのを分かるようにするためには、誰が見ても同じ URI が必要になってくるわけです。だからこのリンゴはこれですっていうことをちゃんとどっかで対応づけて、みんながそれに従って使わないといけないわけですよね。だからこれをちゃんとみんながコンセンサスを得ながら作っていくっていうのが非常に難しいわけです。なので、まあ、理想としては今さっきみたいなことがあるんですけど、現実問題としてバラバラな組織がいろいろと自由にデータを作っていくと、こうはなりにくいわけですよね。だからさっきのは Google が全部やってるから Google の世界ではああいうことができましたけど、複数の組織や人たちがバラバラに並列で関心のあることに従ってデータを作っていくからといって、勝手にあんな風になるかっていうとそうはならないので、そこをみんなでちゃんとルールを決めて、ある程度コンセンサスを作っていきましょうっていう作業営みが必要になってきます。で最低限の言葉のルールっていうのが、この RDF と RDFS と AURL っていう3つのオントロジーができています。そこに必要になってくるのが共通合意としてのオントロジーという名前になってきます。これはオントロジーという名前が新しく出てきましたけど、これは詳しくは次ぐらいで説明がありますけども、要は今みたいな共通合意なんですね。複数の人たちがバラバラで作ったデータもちゃんとお互いに連携して一つのものにしたときに、意味あるものとしてデータが表現できるかっていう、その基本的な共通合意としてのオントロジーっていうのがあります。でその最もその基本中の基本がこの3つになってます。で例えばこれ、ね、この RDF っていうのは、先ほど RDF っていう説明をこうトリプルですって言ってましたけど、その他に RDF っていうそのオントロジーもあるんですね。ここがちょっと今分かりにくかったと思うんですけど、2つの意味がありまして、 RDF っていうのは三つ組ですっていう時と、 RDF っていうのはオントロジーですっていう場合があります。でこの場合はオントロジーとしての RDF を説明しています。でその場合はそこにたくさんその共通語彙、みんなが一緒に共通の使い方をすると便利だねっていう言葉の定義がいっぱいなされてまして、でその中の一つとしてこういう述語が定義されています。でこの述語は何を定義しているかっていうと、この主語は目的語のインスタンスであるっていうことを示すための述語として使いましょうっていう語彙です。共通語彙になってます。なので例えば先ほどのユニプロットのタンパク質の例で言うと、この URI で示されているタンパク質はプロテインですよっていうことを示すための述語として使われているわけです。これはさっき報道から何度も言ってますけど、機械は意味をそのままでは処理できませんけども、こういう形で定義しておけば、機械はそのプロテインが何かってことも、まあ少なくとも分かんないんですけど、この3つ組で分かることは、少なくともこの URI は
この URI に属している何かであるってことがわかるわけですよね。でそういうふうな意味でこの述語は使いましょうとして定義しているのがこの RDF っていうあのオントロジーの一部になっています。でこういう形でたくさんこの RDF を作りたいと思う人であれば必ず欲しくなるであろうあの述語のリストがたくさんあって、まあ、述語だけじゃなくて他にもいくつかあるんですけど、まあ、述語のリストがあってでそれが全部定義されているのがこういうものになっています。で例えばこの RDFS というオントロジーを見てみるとその中にはこういう述語が定義されていまして、でこの述語は何かっていうと目的語は主語の非可読な表現でありますということで、例えば先ほどまた同じこのタンパク質名であればこれをの名前、人が読むための名前はこれですよっていうふうに三つ組みを作ることができるんですね。別にこのここに何を使ってもいいんですよ。本当 RDF でトリプルであれば何でも RDF なので、別にここにこの部分を例えば人の言葉とかなんだかんだいくら自分の好きな言葉を作って URI を作ってでこれとこれを結びつけてで僕のデータセットの中ではこれはこういうふうに読みますっていう意味でこの述語を使ってますっていうことをみんなに言うことができるんですけど、そういう形でみんなが自由に勝手に全部同じ意味でも違う表現をしていくと、さっきみたいなこう一つにまとめた時に同じ意味のものはどれだろうっていうのが全然一緒に統合できないですよね。なので統合して使った時でもこれがどういう意味で使われているのかっていうことで曖昧性がないようにするためにこういうものを用意して皆さんこれを使ったらどうですかっていうことで提供されているものになっています。ですのでよりそのバラバラにデータを作ってもそれが一つにした時に分かりやすいデータになるためには皆さんこういうものを使いましょうっていうのが言われているセマンティックウェブの中では言われていることになります。いいですか？大丈夫ですか？はい、時間もまだまだいいですかね。また進めますか。でちょっとここでまあ、今の本題とはちょっとそれるんですけど、この URI 長いですよね。これ読みにくいので、これを人間にも読みやすくするために短縮して表現しましょうという方法がこのタートルの中で定義されていますと。で今の表現はこんなふうにもできるんですね。これプレフィックスっていう約束事があって、このプレフィックスっていうのはこのタートルの形式のデータセットの中ではこの部分 URI のこの部分はこの部分で代わりに表現してますよっていう約束事が書かれてます。ですのでここのこれ例えばこれですよね。これのこのユニプロットのスラッシュの次までのこの部分をここでこれで表現しますって言ってますので、この長い URI はこうやって書けるわけですね。で同じようにこの RDF もこう長いので、あ、これちょっとすみません、これ失敗に間違ってますね。ここまでですね、タイプはないですね。でここまで書いておけば RDF のタイプって書くこともできます。でさらにこの部分もこれ定義されているので、さっきのこのここの部分ですね、これはこうなりますと。なのでこの長ったらしい一つ三つ組みがこれだけで済むんですね。でさらにこの RDF タイプっていうのは非常に多く使うので、これをもう A を表現したよっていうのがタートルの中では約束事になっているので、こういう形でも表現できます。なのでこの長い三つ組みはこういうシンプルな表現でも書けますと。なのでタートル形式は RDF データを人が読みやすくしているっていうのはこういうところに出てるわけです。でそんな感じで今はその RDF と RDFS と AURL っていう3つのオントロジーをご紹介しましたけど、生命科学の中でやっぱり多く使われているものっていうのもあって、生命科学の中で約束事としてたくさん使おうっていうオントロジーをまとめたサイトとしてバイオポータルっていうのがあります。でこのバイオポータルのサイトに行くと、ライフサイエンスの分野で多くのデータが共通して使っているオントロジーを探すことができます。さらにそのオントロジーを作るためのツールっていうのもありまして、でこのツールは後で説明がこの川島さんからあります。お楽しみにしててください、はい、ですか、ね、はい、でちょっと簡単な歴史ってものを紹介したいと思います。
生命科学 の, 研究をなされている方であればよくご存知のジーンオントロジーっていうのがありますけども、このジーンオントロジーと今の RDF というのは必ずしも全然関係のあるものではなかったんですね。で、ジーンオントロジーが発表されたのは2000年のことでした。で、その時はライフサイエンスの分野、特にもちろん遺伝子ゲノムの世界ですけども、遺伝子がいろんな生物種でどんどん読まれて、どんな機能を果たしているかということを、みんなそれぞれの、モデル生物のコミュニティですとか、それぞれの研究者の間で書いていくことがどんどん研究の進むにつれて行われてきたわけですけども、もちろん生物が違ったとしても同じ生物である以上同じ機能を果たしている部分はたくさんあるわけですよね。なので、そのある生物種、人間でいうと、その例えば何でしょうね、この目を作る部分のタンパク質名はこう言いますっていうのと、他の猿とか様々な生物種で同じような部分のタンパク質名をの機能を説明するときに、うちはこう言います、私たちはこう言いますというバラバラで言うと、そういう生物種横断的な研究をするときにもう分かりにくくてしょうがなくなってしまうので、共通の語彙を使ってタンパク質なりその生物の機能を説明しましょうという流れが出てきました。で、そこで出てきたのがこのジーンオントロジーという名前で、オントロジー でジーンオントロジーの語彙を使ってタンパク質名の機能、遺伝子の機能を説明していきましょうという流れができたんですね。で、これが非常に便利だということで、生命科学の研究者の間では受け入れられたので、遺伝子の機能だけではなくて、さまざまな生命機能の説明をするときにいろんなオントロジーを作って、そのオントロジーを使ってお互いに表現し合いましょうという流れができたので、どんどん生命科学の中にオントロジーができてきたんですね。で、その中でこの応募形式っていうのができてきて、その生命科学のオントロジーはこの応募の形式を使って表現するっていう流れが結構広くなりました。で、その中で一方で2004年頃から、その先ほどの RDF とかがどんどん使われ、情報生命じゃなくて情報科学の世界では提唱されて使われ始めてきたので、やっぱりせっかく生命科学の情報をコンピューターの上で表現するんだったら、少しはこういう生命情報科学の技術も採用したらいいんじゃないかっていう流れも出てきて、で、そういう意味でその応募形式を R 形式でも RDF 形式でも表現しましょうっていう研究がどんどん発表されてきました。で、そんな流れの中で、2007年にこの応募ファンドリーっていうのができて、で、この応募ファンドリーに行くと、その生命科学分野のオントロジーがたくさんそこで紹介されているわけですけども、そこに行くと、その応募形式、従来の応募形式の、での提供だけではなくて、R 形式っていうのは、RDF 形式なんですけども、RDF 形式でのオントロジーの提供もなされるようになっています。そんな感じで、両者がうまく融合していったこともあって、先ほどのリンクとオープンデータクラウドにあったように、生命科学分野での RDF のRDF データセットが非常に多いっていう背景になっているかなと思っています。で、2008年には先ほどここに紹介したこのバイオポータルっていうのが立ち上がるんですね。で、このバイオポータルに行くと、その応募ファンドリーにあるオントロジーだけではなくて、とにかく生命科学やバイオメディカルに関するさまざまな RDF のデータセットを定義したオントロジーがここに行くとアクセスできるようになっています。いいですか。で、そんな中で、そういういろいろ歴史的な経緯があるんで、その同じ、概念や同じタンパク質を示すためにも複数の組織は別の URL や URI を使っている場合があるんですね。なので、これ一体どれが本当の URI なんだよとか、この2つは本当に同じものなのかどうか分かんないよっていうことが起きます。なので、それはみんな同じなんですよとか違うんですよっていうのを分かりやすく提供するためのサイトとして、アイデンティファイア増力っていうのがあるんですね。で、ここに行くと、例えば先ほどのユニプロットで見るとこんな感じになっていて、ユニプロットのタンパク質はこういう URL で表現されてますよってことが書いてあるんですね。で、これがメインですけども、他に同じようなそのタンパク質名を表現する方法として、これもあります、これもありますというのがこうずらっと、ここには全部画面がキャプチャーできてませんけど、このサイトを見に行くと書いてあります。ですので、この両者は同じ意味のものとして使われてるんだとか、これは違うんだってことが確認しやすくなっています。なので、これからもし RDF を作りたいと作ろうと思っている方は、なるべくこういったサイトを参照しながら、
同じような名前だけど違う URI を作らないようにするといいんではないかなと思います。でそんなわけでこれから RDF を作りたいっていう場合はこれを見ていただくといいんですね。 RDF ガイドライン、これはDBCS の方で用意してまして、生命科学分野で RDF を作りたいという方はぜひ参照していただきたい情報になっています。でこれについても詳しい情報は川島さんが後で説明していただけるという形になっています。でこのガイドラインに従ったものが集められたサイトとして RDF ポータルっていうのがあって、これは LBGC と DBCLS が共同して作っているものなんですけど、ここのポータルサイトに行くとこのガイドラインに従った生命科学分野の RDF データセットをダウンロードすることができます。はい、なのでぜひアクセスしてみてください。いいですか、ここまでで何か質問ありますか。大丈夫ですかね。そうそう1時間になりますけどもう少し、あ、いいですか、少し、まあ、推論じゃ軽く触れときますかね。セマンティックウェブの原則っていうのがあるんですけど、さっき少し推論で話しましたけどちょっと難しくなりますよね。でもデータのいろいろ事実が並んでればやっぱそこから人間がまだ気づいてない情報をコンピューターに計算させてなんか導いたりとかしたいじゃないですか。で、まあ、そういう仕組みも少しは用意されてまして、というかもともとセマンティックウェブではそういうこともしたいから作られてるんですけど、その中の大きな原則としてこの2つがあります。で AAA って何だろうというと Anyone can say anything about any topic っていう意味で、まあ、誰が何について何を話してもいいよっていうことと、この仮世界仮説っていうのがあって、書かれてないからといってそれはないことではなくて分からない、書かれてないっていうことは分からないんだよっていうことなんですね。当たり前だろうって思うかもしれないんですけど、ロジックの世界では2つあってですね、この仮世界と平世界仮説っていうのがあって、でそこの平世界仮説っていうのは何かっていうと、そこに事実としてそのデータに書かれてないものは事実ではないってことで、フォルス、偽の情報であるって書いてあることは事実だけど、そうでなければないんだっていうふうな原則を置いてる世界と、こういう仮世界説、仮説といって何かが書いてないからといってそれがないっていう意味ではなくて、単に今は知らないだけっていう、誰かが言ってるかもしれないし後から分かるかもしれませんっていうのがスタンスに立つものがこの仮世界仮説なんですね。でなんでかというと、まあ、これからも簡単に導かれると思うんですけど、誰が何について何言ってもいいっていう原則を貫いてるから、今仮に RDF として表現されてなかったないからといってそれがないわけじゃないわけですよね。誰かがいつか言うかもしれないし、誰かがどっかで言ってるかもしれないので、ここに書かれてないからといってそれは、嘘だとか事実ではないんだっていうことは言えませんっていうのが原則になってます。でそういう原則に従って推論ができるようになってますよっていうのがこの仕組みですね。で例えばこんな感じで、フリッパーっていうのは、ドルフィン、イルカですと。で全てのイルカは、哺乳類ですと。この2つの事実があればどこにもフリッパーは哺乳類ですとは書いてなくても、フリッパーは哺乳類っていうのが分かるわけですよね。これ人間はすぐ分かりますし、コンピューターが処理してもこういう帰結ができるようになっているのがセマンティックウェブの世界になってますということです。でこれをどんどん突き進めていくと、今まで人間が気づかなかった事実が分かるかもしれませんとか、今まで気づいてなかった失敗とか間違いが明るみになるかもしれないとか、いろいろと期待されるものになってます。でこれがそのさらにシェックスとシャクルっていうのがあって、まあ、この辺はもう詳しくは説明してる時間ないんでさらっと話していきますけど、 RF の書き方もいろいろ本当に自由に皆さん書いていくと本当に乱雑なものというか収集がつかなくなってしまうので、ある事実に対して何か RDF で書きたい場合はこういうふうな書き方をしましょうっていうルールを作ることもできるようになってますと。でさらに、まあ、これはこれで終わりにしますね。詳しく話すと終わらないので。でさらに RDF を検索したいっていう場合はありますよね。で RDF を検索したい場合にはスパークルっていうのがありますと。でこれも後で説明がありますと。ですね。いいですね。はい。なのでここでは触れません。で参考図書ですね、最後に。この RDF やセマンティックウェブについてよく詳しく知りたいという方はこの辺の、書籍を参考にされるといいと思います。ここは英語ですけど、この辺が一番もう元になってますけど、ここの2つ読めばほとんど今まで僕が説明したことが分かるような感じになってます。日本語ではこういうのが出てます。この2つはちょっと私が関連しているのでこう最後に書きましたけど、この辺おすすめですので、もしより詳しく知りたいなということがありましたら
触れてみていただければと思います。はい、以上です。